世田谷区のポスターです。こちらは世田谷区長選挙。なるほど、世田谷区長選挙で、こちらが世田谷区議会議員選挙。ものすごいね、7587とか書いてあるの、ものすごい。いや、これ上は貼れないよ、上は貼れない。あの、割と高身長の私でも貼れますね、これ上。ざーっと見て、ちょっともう暗くなっちゃったんだけど、ここはですね、自由が丘の駅でございます。自由が丘は世田谷区と目黒区2つのね場所。あー、汚い、貼り方が汚い。見っけ、あら探し。この人が女子党の人か。で、さっき立憲の、この人、自由が丘いました。結構ね、女性のね、結構綺麗な女性のね、候補の方もね、いらっしゃるんですよ。女性結構多いですよ。なんか、ポスター見ても、この一列は ほぼ女性じゃないですか。ね。結構一列に女性が いるので、すごいなんか、時代が変わったなっていう感じですね。私は基本的に支持政党とか思ってなくて、平塚刑事、どこのとかっていう政党で決めてるんじゃなくて、その人で。なんか綺麗、爽やかなポスター。なんかこう年齢を感じさせる感じですね。私あの人かと思った。梅なんだっけ、あの人、梅、あのほら達夫の娘さんの感じ。こんな感じでございます。こちらが注目だね、世田谷区長選挙。